横浜からこんにちは。日本を離れて二十数年、ヨーロッパ在住、現在一時帰国中のピアニスト兼ピアノ演奏アドバイザーの春菜です。迷えるピアノ学習者の方々の少しでもヒントになればと思い、このチャンネルを配信しています。さて、今回はいつもと違い横浜からの配信となっています。さあ、さて、今回配信しているのは母の実家なんですが、これが母が学生の時から使っているグランドピアノです。私、本当に幼少の頃から楽器にはすごく恵まれてるというか、囲まれて育ってきていて、母のアップライト、グランドピアノ、そしておばもグランドピアノ持っていて、で、私も、そうですね、小学校に入ってから本格的にピアノの曲が難しくなってきた頃からグランドを買ってもらったので、そう、ピアノだけはね、周りにたくさんあったんです。まあ、ピアノと触れ合い始めたのは本当に物心がついたかつかないかぐらいだったと思うんですが、その時はまだアップライトピアノを使っていて、そうですね、幼稚園卒園して小学校に入ってから本格的にまあソナチネとかも弾くようになって、まあ、両親がまあ先生と相談してきっとグランドピアノを買い与えてくれたんだと思います。ちょっとそこは記憶にはあまりないんですが、そして数年ぐらいでやはり、もうちょっと大きいグランドに買い替えた方がいいみたいになって、かなり大きめのグランドピアノがうちに来ました。といってもやはり防音室は狭いので、ちょっとピアノがギリギリ入って椅子がちょっと調整できるぐらいの幅しかないです。まあ、なので開放感というものはありませんよね。で、防音室なので音はもちろん飛ばないんですけど、やっぱり大きいピアノっていうのはその箱の部分が大きいので、その中で反響してその響きっていうのがやはり聞こえるんですよね。その響きはすごくいい勉強になったなと思います。もちろんね、ヨーロッパのように何でもないピアノでも弾けばポーンと音が跳ね返ってくるような気持ちいい音響だったらいいんですが、まあ、日本だったらね、そうもいかないので、まあ弾きづらい環境で、でも楽器が作る音の響きを聞くっていういい練習はできてたのかなという気はします。まあ、で、そのピアノとは中学3年生までお付き合いさせてもらって、その後、まあ、イタリアに渡って楽器が変わるわけです。といっても、そう、一番最初は1年で戻ってくる予定だったので、ピアノは、まあ、そこに寮に備え付けにあったものすごく古いピアノでした。本当に古いといっても1800年代のこうデコレーションが施されているようなピアノで、もちろんこの最後の方の鍵盤もなかったりで、ただね、やっぱり味があったんですよね。メカニック的には本当にどうしようもないぐらいなんですけど、気持ちよかったんですよ、そのピアノ弾くのが。なんか本当に昔こうやってこういう感じのピアノが使われてたんだなという想像力の助けにもなりましたし、どんなメカニックでも、弾けなきゃいけないんだなという勉強になりました。まあ、ただ、まあ、鍵盤がなかったっていうのもあって、途中から、まあ、イタリアに残るということを決めてからアップライトをレンタルし始めたんですね。もう長い目で見た時にその量にはあと数ヶ月しかいないと思ったので、アップライトのレンタルになったんですが、そこでちょっと失敗したなと思ったのは、まあちょっと学生だったのももちろんあるし、まあいろいろね、お値段のこととかも考えて、割とそう高さのない、アップライトピアノにしたんですね。そうするとやっぱり音が、なんだろう、キンキンする感じのピアノで、でやっぱりメカニックもあんまり良くなくって、そうですね、一番あれはもうちょっといいのにすればよかったかなという気もしないでもないですが、まあ海外で一人、で養ってもらってる身としても、それ以上は、求められなかったっていう感じです。で、皆さん不思議に思われるかもしれないんですが、イタリアのピアノの先生、まあ、音楽院の教授レベルの先生でも、皆さんが皆さんグランドピアノ、例えばスタンウェイとかベゼンドルファーとか持ってるわけでは決してありません。むしろ私が入試の準備でお願いしていたピアノの先生、イタリア人は巨匠ミケランジェリのお弟子さんでもあった方なんですが、ものすごく古いアップライトピアノでした。
何回かね鍵盤剥がしちゃったりもするぐらい、まあ、でも気にしないで普通に接着剤でつけるからパタみたいな感じですごく気さくな先生でした。そのピアノででもレッスン普通にできちゃうんですよ。アップライトでできないことがグランドでできてるとしたら、それはグランドに助けてもらっているだけで本当にちゃんとできてることにはならないんだなっていういい勉強になりました。そしてアップライトで慣れていると確かにちょっと癖とかはねいろいろつくんですが、グランドで弾いた時が気持ちいいんですよね。そのグランドピアノで弾けるってことに対してのありがたみっていうのがやはりすごく分かったのが良かったです。でもそう、音楽院の先生だったり仲間だったりも決して皆さんいいピアノを持ってるから上手というわけではなかったっていうのも一つのカルチャーショックでした。18歳ぐらいまでずっとアップライトで練習してきての卒業をするから卒業のお祝いにグランドを買ってもらうことにしたっていう人もいましたし、でもものすごく素敵なピアノを奏でる人でした。音色もとっても綺麗でした。そして他にもアップライトでも特殊なものすごくいいアップライト、まあ、グランドと同じようにダブルエスケープメント、それが入っているアップライトを使っていて愛着があって、まあ、8年生の試験まではそれで、練習してきて、あと2年で卒業だからこれを機にグランドに買い替えてみたっていう方もいたし、でもその人もすごく素晴らしい音色、音楽性の持ち主で、試験や演奏会とか聞きに行っても、あ、この人はアップライトで練習している人だななんて思うことは一切ありませんでした。そしてこれは前にもどこかの動画でお話ししたかもしれないんですが、イタリアの音楽院の教授で、生徒がピアノをグランドに買い替えるとすぐわかる、下手になるからとおっしゃっていた人がいるんですね。それはそう、アップライトで弾くのって難しいんですよ。なんならグランドピアノって重くさえ感じなければ一番気持ちよく弾ける楽器だと思うんですね。この場合は鍵盤が重いっていうのは、まあいろいろな要素があって重く感じたりするんですが、まあ、実際軽い鍵盤っていうのも存在するんですよね。アップライトピアノだと特にものすごいタッチが軽かったりするピアノもあります。そしてアップライトピアノはそれぞれの違いが本当にすごいあります。まあ、もちろんグランドでもあるんですが、弾きにくさのこう幅が半端じゃないぐらい広いんですよね。まあ、簡単に弾けるピアノもあるけれども、こう弾きにくいなの種類がものすごくたくさんあるっていうのが特徴な気がします。グランドだと弾きにくいっていう場合は、まあ、重かったりとか、そういう重さの鍵盤の感じ方がメインかなっていう気がしますね。グランドピアノで簡単に素敵な音色が出るようになると音の追求をしなくなる、それが結構わかるとおっしゃっていました。ピアノオンラインアカデミーでは、初級の曲を使って時短の譜読みの方法、フレージングを美しく弾く方法、楽典の応用などを見ていきます。鶴に100番では特に楽典の応用やフレーズの綺麗な作り方、プレインベンションでは対法のしっかりとした学び方、こちらを重点的に見ていってきます。またピアノ上級者、ピアノ先生方には現代ピアノとチェンバロ奏法の融合、それによるワクワクするような即興的なおしゃれなバッハ、こちらを偽のインベンションを使ってみていきます。興味がある方はぜひ www.harunapianisto.com を覗いてみてください。まあ、でも本格的にね、あのピアニストとしてとかピアノの道を進むというふうに決めた場合、もちろんグランドピアノになれるということもすごく大事になってくるので、皆さんやはり、まあ、卒業試験前後にはグランドピアノを使える環境っていうふうに変わっていくイメージです。日本だったらそんな遅くないですよね。大学受験のためにグランドピアノというよりは、皆さんもうその道に進むっていうのを決めるのが、ヨーロッパよりも早いんじゃないかなという気がします。なので決めたからには環境が許す限り、なるべく早い時期にグランドピアノが弾ける環境をっていうふうに先生たちからも勧められることが多いですよね。でも本当にそれが叶えられる環境っていうのは恵まれた環境なんだと思います。さあ、そして私も音楽院入学後、まあプログラムも半端じゃないプログラムだったので、これはもう
やはりグランドピアノ必要だなと思うようになり、ちょっとアジアなんですが日本製ではないピアノ、ここも予算とちょっと相談して中古で買いました。ヨーロッパだと本当に新品でグランドピアノ買うってことはほとんど聞かないですね。みんなやはり中古から探します。中古っていう選択って意外と悪くなくて、使われている分、そう、あ、こういう音が出るピアノなんだなっていうイメージがすごくつきやすいんですね。新品だとそのピアノがどう変わっていくかを想像するのって結構難しいんですよ。なので中古は愛されます。中古の方が、需要供給のバランスはいい感じに取れているんじゃないかなという感じです。まあピアノって一生ものって思われがちなんですが、実は車と同じで消耗品なんですよ。本格的にやるレベルのレパートリーを持っていると1日、まあ、6時間7時間とか、まあ、数時間単位です弾くので、やはり消耗していくんです。私最初にこのイタリアで中古で購入したグランドピアノは5年で弾き潰しました。まあ日本製と比べてここはちょっとやっぱり持ちが悪かったかなという気もしないでもないんですが、音がね気に入ってたんですよ。そんなにたくさんなチョイスもなかったので、で決めちゃったピアノなので、まだピアノ選びもやはり経験不足でフィーリングと予算で決めた感じでした。なので引き潰してもこれはメカニックもう無理だよと調律さんに言われて、次に決めたのが、まあ、日本製のピアノです。で日本製のピアノはすごく良かったんですが、家を変えたこともあり、ちょっとちゃんと今まで通り弾けるかなっていう不安がすごいあったんですね。まあ、プログラムもどん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 難しくなってくるし、練習時間ももっと増えていく、そういう時に思いっきり練習したいという気持ちからサイレントピアノの後付けをお願いしたんです。その当時ちょうどサイレントピアノが普及し始めてきていて、まあヤマハさんが作っている最初からのサイレントだけでなく、イタリアの調律師さんたちが独自で勉強されて後付けができるようにし始めた時です。なので私もお願いしたのは本当に第1号第2号とかその最初の頃でした。ただまだそう最初の方でもあったので、やっぱりちょっと不具合っていうのもたまに出てくることもありました。もちろんその調律師さんがアフターケアで来てくださって直したりとかしてくださったんですけど、いろいろ試行錯誤の時代でしたね。今ではもう後付けのサイレントピアノかなり普及しているので安心してお求めいただけると思います。でそのピアノとは結構長いお付き合いになりました。10年以上はお付き合いしたと思います。でロンドンに引っ越すタイミングでそれはもう売りに出してっていう形になりました。まあでも中古は本当にこう回っているので買い取りも割とスムーズにいった気はします。そしてロンドンに行って、ロンドンでは、まあ、こちらもまあ予算の関係とかいろいろな関係上グランドは諦めたくない、でもまあ家の広さから考えてベイビーグランドって言われる一番ちっちゃめのグランドピアノですねを探して、まあ、こちらではちょっと何人いるかわからなかったのでレンタルという形を取りました。イタリアでもイギリスでもピアノのレンタルは結構普及しています。まあ、1年間最低契約みたいな感じが大体多いですが、半年から受け入れているところもあるし、まあ、あとは、交渉ですね。日本でも騒音問題とかで心配の方は最初数ヶ月とか、まあ、1年とかレンタルされてみて、でそれから買い取りっていう形もあるんじゃないかなとは思います。まあ、最初はどうかな、文句来ちゃうかなとか心配になっちゃうのでね、まあ、そういう選択肢もありますよということを知っていただけたらと思います。でこちらのロンドンのピアノも、まあ、グランドピアノのレベルとしてはかなり下の方だったので、あまり弾きたいという気持ちが起きなかったってわけではないんですが、ちょっと演奏するという意味ではピアノから遠ざかった時期でもありますね。まあ、教えるのがすごい忙しかったっていうのもあるんですが、やはり好きな音色を持っているピアノっていうのはものすごい大事だなということを実感した時期です。ピアノ選びの際には絶対に試弾してください。ピアノはたとえ同じモデルでもやはり相性っていうのがあって、あ、この音好きかもっていうピアノに出会えるとやはり弾くのも嬉しいですよね。
例えば重いタッチにしたい、軽いタッチにしたいとか、あとはちょっと柔らかい音にしたいとかは、結構調律師さんがいろいろ後から変えてくださります。ただ本能的なこの音は好き、この音はなんか違うっていう、そういうフィーリングは絶対にあるので、楽器それぞれ、お子さんのためのピアノでもお子さんと一緒にぜひ出かけて試弾させてあげてみてください。そしてロンドンを引き払って、まあ、コロナ禍真っ最中、真っ只中だったんですが、ちょっと地上により数ヶ月、ちょっと賃貸のお家に行かなければいけなくて、イタリアで、そこではもう時期が数ヶ月って決まっていたので、友人に電子ピアノを借りて、あとはまあ親切な知人のところにグランドピアノがあったので、週に2回ぐらい弾きに行かせてもらうっていう、ちょっと厳しい環境が続きました。でもやはり電子ピアノはレパートリーが、ガチクラシックだと本当ちょっときついんですよね。それも対局になればなるほど。なので指を動かすっていう意味で使ってるぐらいでした。曲をやはり弾くとなると、グランドピアノを弾きに行かせてもらっていた感じです。でも本当にレパートリーによると思うんですよ。電子ピアノでも OK な、ギリギリ OK なレパートリーっていうのもありますし、まあ、映画音楽とかポップスとかだったらアコースティックピアノにこだわる必要もないかもしれないですし、ただガチクラシック対局が弾きたいとなると、やはりアコースティックじゃないとできないことがあります。まあ、どうしても環境からお家には電子ピアノしか置けないという方は、まあ、ぜひ、まあ、スタジオのレンタルとか月に1回2回できたら、もっと楽しくピアノが弾けると思います。日本はそういう意味では本当レンタルスタジオとかすっごい充実しているので、まあ、もちろん都市にもよると思うんですが、ちょっと家の近所にあるか検索してみるのもいいかもしれません。でちょっと話を戻すと、ピアノを選ぶ場合、ここでも用途によって変わるんですね。例えばまだまだ学生さんで、これからこれからっていう場合だったら、気持ちよく弾けるピアノよりも難しい弾きにくいピアノを選んだ方がより良い自分への投資ということにはなります。弾きやすいピアノを求めてしまうと楽に弾けちゃうので、弾きにくいピアノに外で当たった時に、なんだこれはどうしようっていうふうにパニックになってしまうリスクが高いからです。なので難しいピアノでも、どんな弾きにくいピアノでも弾けるようになりたいという場合は、自分のピアノこそ弾きにくいピアノに設定する、これが大事になってきます。がしかし大人になって再会とか、もう自分が気持ちよく弾くことが第一と考えたい方は、ぜひ一番自分が聴いてて気持ちがいいピアノを選ぶべきだと思います。そこはね、もう本当に選択肢です。外で人に聴かせるピアノを目指すのか、自分のためだけに自分が気持ちよく弾ける環境を求めるのか。私はそうですね、その数ヶ月の期間が終わって、もうピアノに飢えていた時に、もう今回は自分が弾いてて気持ちがいいピアノにしようと思って、選び方をちょっと変えてみました。まあ、もちろん上には上のクオリティのピアノっていうのがあるので、それはね、まあ、いずれチェンジしたいなっていう目標に設定していきたいと思っています。まあ、本当に実際何台のピアノとお付き合いしたんだろうっていう、ピアノお付き合い歴だけはすごい豊富なんですが、まあ用途によって、時期によって、レパートリーによって、いろいろ自分に合ったピアノっていうのを探せるといいですね。参考になったなっていう方、ぜひいいねボタンを押してください。励みになっています。さあ次回はまたイタリアに戻ってからの配信となるので、イタリアからのお届けとなります。チャオ。